細溝清は、日本の財務官僚。金融庁長官を経て、日本取引所自主規制法人理事長。大阪府出身。1974年大阪府立大手前高等学校卒業。1978年東京大学法学部第二類卒業。大倉省入省。通称産業省機械情報産業局電子。 政策課総括係長、園部税務所長、大倉省銀行局総務課長補佐などを経て、1986年6月、青森県農林部経済課長。1988年4月、青森県総務部、財政課長。その後は、主計局主計官補佐や、熊本県企画開発部長などを歴任。1998年7月、大倉省。 主計局主計官。1999年1月大蔵省主計局、主計関係金融企画局企画課再検討、流動課室長。1999年7月大蔵省、主計局主計官。2000年7月大蔵省主計局主計官。2001年1月内閣、官房行政改革推進事務局特使法人等、改革推進室参事官。 2002年7月財務省主計局法規課長。2003年7月8日財務省大臣、官房信用機構課長。2004年金融庁総務企画局企画課長。2005年関東財務局、東京証券取引所管理官兼、関東財務局金融先物取引所管理官兼、金融庁総務企画局審議官兼公認会計士、監査審査会事務局長。 2006年関東財務局東京証券取引所管理官兼、関東財務局金融先物取引所管理官兼、金融庁総無企画局審議官2007年金融庁総無企画局審議官2009年金融庁総無企画局総括審議官2010年金融庁検査,査局長2011年金融庁監督局長 2014年7月4日金融庁長官。2015年7月7日大官。2015年9月三井物産顧問、岩田合同法律事務所特別顧問。2016年清連監査役。2017年川崎基線監査役、金融情報システムセンター理事長。2019年6月日本取引所、自主規制法人理事長。ありがとうございます。